こんにちは、サウランジャグです。さあ、漫画好きのための漫画専門番組、漫道小林第58回は無限の住人、波を聞いてくれ、ベアゲルターの佐村博明先生にご出演いただきました。先生、この漫道小林に出演してみていかがでしたか？いやエロいところばかりがフィーチャーされた気がするな。俺が言うのもなんですけども、こんな変説者初めて見ましたよ。まあ自業自得ですよね。そうですね、そんな田村先生の内緒の顔が垣間見えます。マンド小林、お見逃しなく。